鉄道人身事故ニュース速報です。2021年6月5日6時39分ごろ、相鉄本線の鶴ヶ峰駅から二俣川駅で人身事故が発生した模様です。相鉄本線での人身事故は今年8件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。